ってるんです実は。そう、電気つけるのが嫌すぎてカーテン侵入なうこっち真っ暗おー、カーテンすごっ。なんかゆるれなレベルで暗い。かわいい、してる。え、それな、ピント全然合ってないねんけど人って思われてない？もしかして暗いじいさんガチのじいさんやん。オーロラやめて、黒歴史。おはよう、おいさん。久しぶりのゴジレナなんです。ちょっと前にしたか。ピントが合わないですね。え、大丈夫？いるんですけど私あ、大丈夫だった。おー、あったそう、送ったんよ。前髪はなんかちょっと前にちょっとだけ切っただけ、一瞬、マジちょっとだけです、切ったのは。夏休みか、いいね。通知、あ、バブルの通知記号して、あおー、うん、いや、めっちゃボサボサやで、やばいぐらいボサボサしてる。かわいいかわいいかわいい、してるよ。通知切るの忘れてためっちゃ眠そうみんな。今日はさすがになんかみんなのバブルのおはようの返信が少なかった昨日より。昨日の朝はなんかみんな気づいたらなんか起こされた、やばーって、こんな朝に来ると思ってなかった、起こされたみたいな感じだったけど、今日の朝はなんか対策されてる気がした。今日の朝はなんか対策された気がする。どうなんですかみんな、対策しないで。多分切られた SMO のにされてる絶対引っかからないぞって思われてる。なんか起きてるから早っ、その前ってもうやばいやん、起こされた対策してないだけ偉い。それはでもみんな昨日よりは返信減ったけど、今日も朝からちょっとだけ暴れてもたそう、少なかったみんなのおはようが。普通おはようって言われたらおはようって返すよな怒れな、普通におはようって言われたらおはようって返しますよね。通知切ったら負けだと思って、それおもろかったあ、こんな朝早いけど起こされて幸せ感じてるもんでもレナも寝るときはお休みモードで寝てた。学生のときとかも電話2回目かかってこな、なんか出られへん、かからへんやつ、通知にならへんやつにしてた。いや、正論でしょこれは割とって何普通やん、いつも正論しか言ってないけど
そういうこと？これから寝るからおはようって言わんかったってこと？みんな。あー理解理解。そういうことね。そうやで。人としてなってないな、みんな。うるさかった。でも寝られへんかった？うるさかったから。でも朝はレナもなんかボイメンばっかやから、どうせ聞いてるんやろレナのボイメン、みんな返信せんくせに。でもさ、それはずるいと思った。レナもなんかさ、レナもさ朝はさなんかめんどくさい感出して全部さなんかボイメンで送ってるけどさ、みんな文字でさ歌なさ送られへんわけやん。だからなんかレナだけずるしててごめんねって思ってた、心の中で。今日も帰りましょう。起きてるよ。そう、ちょっと自己中すぎて笑ったって思った。よく考えたらな、よく考えたらそうやんと思って。レナいっぱい楽してるけど。おやすみ。あ、家か。散歩行ってなかった。ボイスの方がめっちゃ楽っていうか、ドラマ見てた。ボイス送ってドラマ見て、ボイス送ってドラマ見て。ってやってました。今日は今さっきまで。なんかバブルのやつでやってみようと思ったけど、よくわからんかったから。よし、音声だけでするならショールームしてもいいかなと思って。大変だね。それな、マジで大変やと思う。みんなレナに付き合ってるの大変すぎひん？みんな大丈夫？頑張ってるのに、朝から仕事もあるのに。あ、ショールームの配信のやつやってくれてた。もう一発として、なんか寝るの禁止。いや、それ思ってんな、今日寝んとこっかなって思ったんよ、レナも。けど今から寝んかったらマジでみんなに迷惑かけてまうから。でもみんなに相手してもらうな、寝てまうやん絶対。今は眠くなくても寝てまうからさ。最近な、何やったっけ、架空 OL 日記みたいなやつ見てる。なんか映画とドラマやねんけど、あの人生回るやつあるやん、人生何回目みたいな、うん、なんて名前やったっけ、あれと多分なんか一緒の系統のやつ。なんか面白くて見てる。2回目ありがとう。え、そう、布団入って声だけ配信しようかなと思ったけどさ、なんかさすがにあれかなって。ちょっとサボり感出てるやんそんな。だからショールームにした。書き不安やんどう考えても。なんかな、あれの最近な思ったんや、配信してて思ったんやけど、なんかよくあの MC とかの反省会とかでもなんかその切り取られ方によってなんかとかも考えて話そうみたいな、そら気をつけましょうみたいな話とか出るんやけどさ、なんか関西弁ってマジでさ怖くないって思うな、思った。さっきの書き本やんとかめっちゃ怖くない？そこだけ聞いたら。って思うことが多くて最近。気をつけて話し、なんかなんていう、大丈夫かなと思って話してるから最近気づくんやけど、さっきの一言めっちゃ怖いなとか、寝ないよ寝ないよっていうのは心配してそうで、なんか迷惑をかけてほしくないっていうね。かけるの起きてたらみんなにずっと迷惑かけてるから。いや全然気をつけてるっていうか、そうなんかなんていうん、
そんな気をつけてるというあれじゃないけど、自分でね思ってほんま怖くない？思ったことない？ほんまに？でもレナほんまにマジでたまになんかさっきの一言だけ聞いたらめちゃくちゃなんか怖い言い方してもたかもとか、配信とか喋っとう時とかに思うでも全然そんなあれじゃないねんけどって感じね、ちょっと圧がねかかってたよなさっき脳内再生おもろそうやね、レナもなんか関西弁、そう関西弁ね気をつけなって感じよな、マジで。文字のえ、嘘、ボイス関西感じるんや。あんま意識してないけど、意識してないからか逆に。いやそれなドスコイ暴れすぎてほんまにおもろいねんな、裏とかでマジで笑ってる。なんかでもなんか前半、最近は後半 MC なんやけど、なんかよく前半 MC のみんなからなんかどうしたらいいみたいなことをよく聞かれるんですけど、なんかそらレナたちもさ着替えとかあってなんかあんまり聞けへんねんけど、なんか早く着替えて裏のモニターとかで聞いとうときとかマジで笑ってるもん、普通に普通に笑ってる地元にいるときよりマジで全然気をつけてるな、関西弁。関西弁出さんようにしようとかじゃなくて、汚い喋り方せんとこうって思ってる。いや全然気にしてないけど、なんか自分で思うことが多い。さっきの一言絶対めっちゃ怖い言い方してもたとか、なんかめっちゃキレてる人みたいになったんやけどとか心の中で思って、そのまま話し続けてる。朝ごはんなんて食べないよ。朝ごはんとかマジさほんまにちょっとだけしか食べへん。いや食べへんねんけど、なんか人生で食べた日が。でもさ小学校の頃とかさお母さんに怒られるから、なんか朝ごはんちゃんと食べなさいみたいなとか怒られるから、そういう時はもうマジ1ミリぐらいパンとかやったら1ミリぐらいをかじって食べましたみたいなコーンフレークとかやったらあのちっちゃいやつ1枚だけ食べて食べましたみたいな感じ出してた。おはよう。あんま気にしてないから関西弁出てるのか。人間性の分かってるか、ほんまに怖い言い方しても大丈夫やなみたいな。おもろ、どすこいおもろいよな、どすこい面白い、大暴れか。ちょっとまたちゃんと聞こうでもなんかこの間の制服の目の時になんかかきれなとやってみたいんだよね MC みたいな、かきれなとやったことないんだよねって言ってきてめっちゃ可愛かった。やりたいな、あれなもこことやりたいでみたいな言って可愛かったです。急に言ってきてかきれなと MC やってないねんなみたいな言ってきて可愛かった。そうやね、聞き返される関西弁みたいな。どういうの食べる量、そうやねん。ちょっとなんかレナはなんかもう突っ込んでくれる人がおらんから12期にだからなんか MC もなんかある程度はさなんかごちゃごちゃならへんようになんかレナがまあまあなんかちょっとだけリハーサルみたいなのすんねんな。こういう感じで言うからこういう感じで突っ込んでみたいなとか
まあでも時間がそんなあれやから、なんかここは突っ込んでほしいみたいなとか言うね、ここだけ突っ込んでみたいな、あとはフリーで喋ろうみたいなとかでココハがいつも突っ込んでくれるんですよね。いや他の人にも突っ込ませたいなと思って、だからたまにココミンとかにこうやって言ってみたいな、こうやって言ってレナにみたいな言ってほしくて、レナかな言うねんけど、ちょっとココミンはまだ苦手なようですねみんな突っ込んでくれるようになってきたそれの3食食べの太るって感じ、まあでも食べへんのが一番太らんかなみたいな勝手に思っている、勝手に思っているドスコイ暴れちゃうすぎる、暴れやばい。でも最近なショールームのコメントとかほんまにさ、なんかめっちゃ混ざってまうねんな、暴れすぎちゃうところがある。まあ、レナが言えへんけどえドスコイのおもろいところ、えでもなんかココアレナ的にはおもろいっていうより普通に可愛い、可愛いし、なんかやるときはちゃんとやってて、なんかココの頑張りをみんな知ってほしいなって思いますね。結構結構なんかみんなが諦めそうなこととかを案外何も言わずに一人で頑張ってたりするね、裏で。だからマジで偉いと思うって言ったんですよね。でだってあんまり人のこと褒めたりできひんねんけど、ココのなんか偉ーと思ってほんまにすごいって心の底から思って、いや心の底から思ってなくても、えなんていう、心の底から思ってても言わへんことの方が多いねんけど、なんか言いたくなって、でココになんかあのマジで偉いでみたいな、体調とかも悪かったりしたのになんかほんまに偉いと思うみたいな、すごすぎココみたいな、レナやったら絶対できひんみたいな言ったら泣きそうになりながら喜んでくれてえそんなみたいなそんなと思ったんですけど、まあそういう可愛い子なんですよねココちゃん偉い偉いんですよ実は。えそれな、滑走路のやつ言ってて、それ聞いてた、めっちゃ裏でマジで笑った、あれ笑ってた、あの滑走路あれ笑ってた、裏で笑ってました。絶対レナのせいやんと思って、絶対レナのせいやと思ってうん、かわいいよな。えいやいやそんなレナ人泣かせたことないで、あんまり。花とか泣いてたなこの間えらーと思って、花か、駅で泣いてたあれもびっくりしたそうやねんな、こっちゃん案外頑張り屋さんえそれな、サラの反応も見てたんよ裏で。そしたらさ、なんか分かってなくて、サラが分かってなくて、やっぱレナが布教したからかと思って、ここにね、ダスコイに合いなんで、おかしいやん、どういう流れでも花なんはなんか最近成長したらしい、なんか自分で言ってたこの間、最近成長したからみたいな、何やったっけ、なんか忘れたけど、なんか言ってた、もうなんか大人になったみたいな、なんかそんなこと言ってた気がするあんま聞いてなかったけど、でも変わったらしい、生まれ変わったらしいです花なんもえココはマジで偉いと思う、マジで。みんなが思ってるより頑張り屋さんですね、あの子は。マジで頑張ってると思う。ほんまに偉い。マジで偉い。
ほんまに偉い、マジで偉い。結婚して、いよー、マジで偉い。え、多分大岡さんが電車好きやからやと思う。多分大岡さんを取り入れてるんちゃうって思ったけど。いや、そういうことは気になる話したからってことか。そういう流れとかないし、別にそういう流れとかないねんけど。そういう流れとかないって。ああ潰された。マジで頑張り屋やんな、ここって。ネタにされても許すか。え、けどなんか何やったっけな、なんかでもなんかもうちょっとなんか自分で言っていいんかなみたいな言ってた、言ってたから、なんか別に、まあ、言わんでも言わんくても、言っても言わんでもどっちでもいいんちゃうみたいな。ね、なんかみんながどんどんさ、なんか変わっていってるのが面白いよな。やかきれなマジでなんかほんまに頑張ってないから、やらなあかんことをやってるだけみたいな。ずっと焦ってるしね。それな、普通カーテンの中であんま配信する人あんまりっていうかおらんと思う。でも部屋が暗すぎてさ、だからちょっと仕方ないかなーって。おはーんね、みんなね、嫌な声が、そうそうそう、マジでそれなんよな。でもなんかレナぐらいやったらさいいけどさ、ハナなんかさ自分で自分のことをさ突っ込んだりさしていいかなみたいに言っとったけどさ、そうなってなんかファンの人も便乗して言っちゃったらなんか傷つきそうやなって。なんか言っていいんじゃなかったみたいな感じやな雰囲気なっとっても、なんかあー悲しいってなっちゃいそうな。ピュアですからね、心が。なんかそこが心配ではあーあるって感じだよね。うん、ふんふんふん。西、え、分からへん、これ今どこ向いて配信しとうか全く分からへん。窓が何向きについてるかも分からへん。全然分かんないですね。うんうん、うーん、バスケか、あんまり見えへんな。泣いちゃいそう。でも泣かへんって言ってたから、花は。多分それやと思う。成長したみたいな言ってたから。そう、最近お見送りで座る技を得た。でもなんか両手で手触れへんから、どこの隅っこ、え、どこをな北にしたらいい。西は太陽沈む方。いや分からん、太陽上がってきたばっかやもん。でも太陽どっちから出てきとうことかも分からへん今。全然熱くない、太陽あんまりな、さしてない、光ってないです。やっとあの取っ手出しうんうんとかも膝つけへんから、ずっと後ろにおんねんけど、なんか誰か先輩に聞かれたんだよな、ミオさんかな、
キレナずっと後ろにここにいるよねみたいな。左利きで左の立ち位置がいいのと、あとなんか膝痛いからいつも後ろなんですよねみたいなっていう話をして、そういうことかーみたいな言ってた。なんか最後のアンコール衣装がズボンやったら大丈夫なんかな。感じたこと似てってね、そういうことか、そういうことやんな。でもなんかだいぶ足治った気するけど、でもなんか一応ずっと動いてるから分からへん。みよさん突っ込んでくれる。突っ込んでくれるし、なんか自己紹介でこの間たくさん話したらレナが助かったって言ってくれました。テーピング貼ってないよどこにも。なんかスカートやけど制服の面のスカートはちょっと違うんですよね。簡単に座れないっていう。やしね、だいぶ良くなってるよ。動いたら痛いけど、でも全然マシ。みよさんの関西弁が出たらちょっとテンション上がる。お互い関西人やけど、なんか関西弁やーってなる。みよさんの聞いたらね。多分向こうも思ってる。でもなんか相手が関西の人じゃなかったら、相手が関西の人じゃなかったらあんまり出へんかな。気をつけようって思ってまうかも、先に。コメントとか見たら、一人でも。関西弁、敬語、なんか分からへんよなそれ。でもなんか学校の先生とか先輩とかと兵庫で話すときは敬語やけど関西弁やけどな。何々じゃないんですかとか。感じ。関西人気会いに来て。じゃあ関西弁講座開いたるわれなが。まずはなんでやねんから。でもなんでやねん結構難易度高いからな。難易度高いからそれ最後かな。愛知の方言が分からへん。愛知標準語に聞こえるねんけど、でもなんか方言あるって言うけど、なんやろ。案外関西弁喋らんよな、こっちに関西の人がおらんかったら。S 標準語とかないやろ、標準語に。でも敬語の時もさ関西弁じゃない？
え、関西の人おらん、ここに。なんでやねんは4レベぐらいいっちゃう。5レベが一番上やとしたらファミマとかむずいと思う。ファミマとかむずいと思う、多分。なんでやねんが一番むずいかな。最高さ、あかんあかん、レノだけです。綺麗なおはよう、おはよう。愛知のイントネーションあんま変やと思ったことないけど、鉛筆特勤、特勤何それ。和菓子の名前みたい。うーん、方言ないないなもんで言わんくない、若い子言うんかな、どうなんやろ。え、関西弁で敬語って普通じゃない？普通に話しますよね。え、むずくないよ。え、標準語になる？敬語話すとき。ならんよな。普通になんかめっちゃ目上の人とかでもならへんと思う。え、そうなんですかみたいな。何々じゃないんですかとか。何々なんですか。ダン、ジャラ、リン、何々ダン的な。何々ジャラリン何。むずっ。愛知県、え、何愛知県、え、何やっけ、愛知弁、愛知弁やっけ。なんでですのは言わんけど。言いませんね、それは。そういうこと？尖ってること。へえ。いや、マジでそう。なんか例えばなんか大学をその標準語話す人が大学を自ら関西に行って周りが関西弁だらけとかやったら映るかもしれへんけど、関西の人が東京の大学に行って標準語に染まることは多分ないと思う。いやし、画面越しぐらいじゃ映らんよな、周りの人が関西人じゃなかったら。ね、え、なんかな、こないだな、レナさん、テレビでな、なんかアナウンサーの人がなんかアクセントの練習みたいなのしとったんやけど、レナもできひんくて、その人と同じ間違い直されへんかった。ジャンダラリン、ジャンダラリンね。ジャンダラリンって言うん。あー、方言か、確かに。でも直したりすんのはな、あれよな。言ってこりん、何それ、かわいい。え、愛知弁そんなん言うんや。そうなん、なんか保育園児とか言ってそうやな。いや、保育園児言ってたら絶対かわいいな。何々食べりん、あー言いそう。食べりんって言うんか。でも食べりーは言うかも、りんは言わへんけど、なんかお菓子食べりーとか、食べりーは言う、食べりんは言わへん。早くやりんって言うん、早くやりーやったら言うけど、りんは言わんかも。え、面白い、かわいい、なんか、うん、へえ、食べりんとか言うんや、かわいい、なんかかわいくないそれ、普通に方言やん。映らんか、映らんのや。まあでもレナもお母さん関西人じゃないけど、標準語になることはないけど、ないな。イントネーションがおかしいことはあるけど。
大学にいた関西人、卒業する前は関西弁だったやろう。強いかな。何々じゃんはよく言う。確かに。でも愛知の人がよく言うってことやんな。そうだら、何々だらって静岡のイメージなんか分からんけど。放送部、初めになってるって。そうなんや。でもレナも放送委員会みたいな入ってたけど、小学校の時めっちゃ関西弁やったで。今から朝の放送を始めますみたいな。今日の朝の音楽は1曲目が何々で、2曲目が何々で、3曲目が何々でした。今日も朝から頑張っていきましょう。これで朝の放送終わりますみたいな。こんなんやった懐かしい。朝の放送懐かしいよそうやで。関西の保育園児たちはマジでバカ可愛いから。あんなちっちゃい子たちがさ、何々やんとか言ってみ、ほんまに可愛いねんでマジで可愛い。尖り具合でとかあるんや。へえ。何々ラリンみたいな何々ダリンってことやな。あ、食べりんか。食べりんって言うんや。やっぱ可愛いな。食べりんは、これ食べりんみたいな。だらだら別に可愛い別におかしくはなくない。全然なんでやねんの方が絶対嫌やわ、そんな何々だらよりさ。え、はよ食べりんは怒り用語でもあるんや。怖い。でけえ分ちょっと間違ってるやん。ジャンダラリンなんか言うん。S 放送委員会、お昼と朝の放送がある。何々だらって言うんや。あ、でも静岡じゃないんや。海だらつけて。そうやで。でな、小学校の時朝にちゃんと学校行ってた。あとなんか陸上やってたから、だからなんか朝の6時ぐらいに家出たりして、でなんか7時から8時まで陸上やねんけど、なんかあるやん、なんか高学年の子だけちょっとだけ朝にやるやつみたいなあって、なんか陸上の時間があって、でそこを抜けて、あーごめん今日朝の放送やらなあかんか、抜けるなーって言って、だからマジでめっちゃ優等生でしたよね、そう考えたら。だって陸上のために朝早く行って放送して教室に戻る、天才やん天才やん、マジでマジで可愛いんよ、ちっちゃい子ほんまに可愛い。保育園児幼稚園児でもノリとかツッコミはマジである。関西、なんかお母さんがこの間なんか仕事かなんかでなんかみんなで話してた時に、なんか何やったっけ、口ではこうやって言っとんのになんか手をこうに出してもたみたいな、手と口の動作が合ってなくて、で隣のなんか男の関西の男の人が、いやその手口と言ってることちゃいますやんみたいなツッコミをしたらしくて、お母さんがそれにもう涙出るぐらいなんか笑っちゃったみたいな、つぼっちゃったみたいな言ってたけど、関西の人からしたらさ、目の前でそんなことが起きたらさ、ツッコむのは多分当たり前やから、なんかその男の人はなんか何もお母さんが笑っててもなんか、いやいやだって口で言ってることと手の動きちゃいますやんみたいな、それ突っ込んだだけですやんみたいな言ってたらしいねんけど、その人自体はなんかつぼるとかなく、ただただ突っ込んで終わりみたいな、やけどお母さんだけがめっちゃつぼってたらしい。だからなんかいいよねそういうの
いや、おもろと思ったけどさ。かん、ニュースは標準語かな。え、でもなんか夕方とかにしてる関西のニュースは関西弁。いいとこですね、いいお店でしたね、さっきのお店とか言ってるもん。って多分、いや、ほらほら、ダラって静岡言うよな。ラーなんや、ダラじゃなくてラーか。そういうことね。ね、中高生になったら悪くなっていった学校生活が。反動やめて。反動やめて。反動、おはようございます。もう自然やな。保育園の子とかもみんな突っ込んでボケたりしてるもん。ローカルってやつ。キレモテの動き激しい。それめっちゃよく言われる。なんでやろ。次手動かさんと話してみようかな。そうしよう。ね、関西弁普通に話してるよな、テレビでも。終わろう。もう6時やん。自分のせいやけど。途中でしょ、今でも早起き。あ、そう、今から寝るんじゃなくて早起きです。手がうるさい。そう、痛い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 、手痛いのに。痛い、見て、赤くなって腫れてるよ。赤くなって腫れてるよ。痛いよ。なんか手で表してまう。え、このカーテンのさ、柄さ、選んだらさ、お兄ちゃんにお前センスなって言われた。お前もっとなんかあるやろみたいな言われたんやけど。可愛くない？ピンクで。ヨッキーじゃない？ダメなの？ほら、可愛いよな、別に。もう買い物に行ったんよ、なんかお兄ちゃんと。このカーテンを一緒に買いに行ったんやけど、お前そんなにするん？センスな。言われた。まだ仕事頑張って。大丈夫かな、怪我とかね。寝る気にならな、そろそろ。ん、鼻筋じゃん今日。バブル送ろう。嘘、明日配信がいいの？本当？渋い。いや、ピンクだよ、どう見てもピン。ピンクに見えへんこれ。黄緑。え、どういうこと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 。いやいやいや、ピンクやん、どう見たってピンクじゃん。ほら、見な、このピンク、ピンクやん。黄緑じゃないよ。黄緑じゃないよ。え、ちょっとおかしいおかしい。いいな、お休みあるの。いいな、いいな。え、ってかお盆休みっていつからいつなの？普通に世間的に3日、11、12、13みたいな。10、11、12やっけ。え、そう、裏地しか映ってないからな今は。え、でもなんかお兄ちゃん的にはここの裏も全部これやと思ったらしくて、このなんか柄が見えない遮断的なやつやと思ってなくて、なんかお前一人暮らしやのにピンクとかマジでセンスないみたいな、なんかそういう言い方やった気がする。でもセンスないは言い過ぎやんって思ったけど。うーん、みんなお盆休みあるんや、よかった。あ、今日から、明日から、今日からとかか。やんな、ピンクやんな。ここが黄緑ってこと、この灰色の場所が裏側ね。そういうことか。近くじゃないとピンクじゃなかったか。そう、ここ裏側ですから、私がいるのは。
結婚していいよ、結婚していいよ。11から17めっちゃいいやん。明日から18、なんか結構みんな休みあるんか。よかったね、よかったじゃんみんな。お盆休みなー、やばいやん、やばい、ブラックだねそれは、ブラックすぎる。いやそれな、黄緑どっから出てきた、ここってことやな多分、この裏側。いやここ壁やし、しかもだってこれこれだけ、ここ壁、おもろ。でも似てるな、壁とカーテンの色。3連休結婚して、いいよー。おー、みんな結構休みあるんかなね、毎日休みにしてほしいよな。それもうコメントなんかに起こさんでも多分もうみんな思ってること、それはそう。盆休みって何ですか。知らん人おる、盆休み知らん人おるよ。おお、お盆休みあんのかね。レナもここあのカーテンかと思ってたら、今触ったら壁やった。岡山市が名古屋、佐賀、名古屋、めっちゃいいじゃん。制服の目ね、少なめ、制服の目公園少なめです。お、空港に向かってる、気をつけてね。毎日会社アイドルに会いに来たい。いえいえ、おかしいおかしいおかしい、書きれないやろ、4文字違いしてる、アイドルじゃなくて書きれなね、おかしいおかしい、全然おかしい。こんなノリなんだろうか、どんなシチュエーション考えてんの。うん、わかる、休み明けってマジで辛いよな。みんなさ、学生の頃のさ、夏休み明けとかさ、なんかなんちゃら休み明けのさ、その次のその週のさ学校ちゃんと毎日行けたことある？レナないねんな。いや、その自慢げに言うことじゃないねんけど、ほんまに恥ずかしいことなんですけど、でもマジでなんか辛すぎて、でもなんか低血圧やし、言い訳その1 朝嫌いやし、言い訳その2、まあ、前日とか昼夜逆転しちゃってるし、まあ、この言い訳3つ揃っちゃってるから1週間頑張れない。でもこれは結構あるあるやと思う、多分。9連休いいね、仕事帰りに早退して公園行けるっていうのがホワイト。あー、いやーでも微妙やな、微妙。その状況でお盆休みある人もおるからな。いや、こっちにした、そうだ、大富豪やりたいな、大富豪やろ。でも今大富豪やからさ、今やったら絶対負けるもん。時間決めてちょっと忖度してくれそうなみんなと出会う時に大富豪ちゃんとやらな、なんか勝手にみんなに言わんと、個人的に大富豪やってたらちょっと都落ちしてまいそうから。毎日何怪しいこと言われてる。かきれな、実はアイドルって知らんかったの。実は、実はな、実はそうやねんな、実は、実はそうなんですよ。文字数しかやってない、やめて。文字数合ってたらいいやん別に。いいでしょ、別にいいでしょ、別にいいでしょ。ジャンル違いってことかな。女の子に会いたい。結構リアル、リアルで会いたそうですけど許しません、ダメです、絶対ダメ。ちゃんと言ってたのか。でもめっちゃしんどくない？その週休み明けの1週間平日めっちゃしんどくない？やんな、遅刻してまうよな、わかんねん、なんか行きたい気持ちは山々なんよな、行きたい気持ちはないけど、山々ではないけど山ほどもないけど、そう、行かなあかんっていう気持ちやな、そう、山々なんですけど、
行けへんねんな、この三大いいわけが揃っちゃってるから。私だから締め明けの学校で、ああ確かに、ああでも部活だけでもさ学校始まんの嫌じゃない。初日だけ昼で帰れるな、社会人でそれ言ったらアウト。みんなみたいに書き切れな、働いてないからな。そうだね、朝でも結構大富豪やってる人多いかも、多分。モバメにもバブルにも送ります、もし大富豪やるなら。お疲れ様で、おはようございます。え、なんかさ大富豪さいた、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 なんかぶつけたねんけど。え、誰のせい、いた、なんか急にぶつかってきた壁が、え、壁にぶつかられた、まあいいや。え、大富豪さん、なんかあの大富豪さん、なんかあれのたちなんかゲットできとったよな、12期生なんちゃらポイントみたいな言って。そうプレイしたくなくなんねんな。うん、今行ってないと思、ないと思ったらちょいちょい行ってた。聞いてない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 、ちょいちょいって何、おかしいおかしい、聞いてない聞いてない、ひど、最低。山ほどでもないけど、確かにな、4人も、あ3人もおるから、4人中3人もみんなやから、忖度してくれる人としてくれへんしてくれへんやったらもう俺確実に私は負けるので。なんかこの言い方したら忖度してほしいみたいな言い方に待ってるけど、そんなことないですから。そんなことないですから。うん、あーソ連、あソ連に遅刻してた、起きられへんかった、ソ連ね、ソ連マジで大変すぎてやばいよな、気合で起きてた、やだね、なんか頭打ったっていうか壁がぶつかってきましたね、さっき一瞬。役年やからさ、マジ翻訳の時はマジでなんか大丈夫やったのに、後役の方がやばい気がする。休み明けだからお休みです。おもろいな、昨日までじゃない休みとか言われてそうね、なんか達成したよな。15ポイントも達成した、めっちゃ達成してるやん。すごい、富豪が忖度し、そういうことか。サレンは行ってなかった、とりあえず避難してもらえるらしい。何それ。30億は何十億まであるのそれ。アフザレンね、大変だった、私の言うことは絶対そうだよ、だから壁が寄ってきたね。土日アフザレンね、アフザレンやだ、コンペイトーなんや、めっちゃ好きやで、レナ嬉しい嬉しい、楽しい、美味しいじゃん。とか断りね、アフザレンとかマジでお断り、報告するのあれやろ、いやいや報告とかじゃなくてマジでなんで言ってるん、普通におかしいこと言ってるの分かってる。分かってる。はい、そうやねん、みんなな8切りすんねん、あとさなんか3枚、みんなよしよし、レナは1枚、でもずっとパスになってまうな、これいつ出せばいいんやろみたいな時に、よし周りは大丈夫、あと3枚あるみたいな時に、なんか8切り、あ3枚の人かな、1枚目8切りでもう2枚出すとか、8切り2枚残してラスト1枚出して消えていくとか、なんかでもなんかそれをやられすぎて、なんかレナもそういうルールちゃんとやらなと思って、でもなんかレナの音声がさ8切りしちゃうみたいな言ってくるから、8切りしてまうねん、早い時に早い方にやってまうねんな。70億もあるんや、
厳しいん。達成しよう。100億ぐらい達成しようよ。5時朝練レベルってこと？かきれなの朝の通知は。おもろい。35億もあるんや。めっちゃなんかいっぱいやん。そんなん30と35ってことか。ね、なんか一回反則負けしてくれようとしたんやけど、レナも反則負けしてもってさ、期待に応えられることができなかったことが一回だけある。んーってバレないからな。いやいや、わらじゃないから。バレないとかそういうなんかずるい やり方やめて。そういうのやめて。そういうのやめて。そういうのやめて。カーテンに閉じこもるで。そんな言ったら。なんかずっと信じてまう。かきれなボイスめっちゃ信じてまうねんな、自分やから。自分やから信じてまう。一人一回。すぐ、ね、すぐ八切り言ってくるよな。なんでの俺。すやんの。なんか、八持っとったら絶対言ってこんへん？わからんけど。言ってくる気がする。やっぱ変やんな、タイミング。レナのは八切りしちゃうみたいな。してまうねんな、だから。革命。すご。6枚。ココミンに変えよっかな。慎重にって言ってくれ。あれ？ボイス、かきれなボイスじゃないの？ココミンボイスなの？今日の予定は、何やろ。とりあえず生き残ることかな、この世から。ちょっとかっこよく言ってみたんだけど、どうかな。なんか寝てもないのに寝癖ついてんねんけど。寝てもないのに。睡眠とってもないのに寝癖ついてる。どうやってポイント貯めるの？とりあえずいっぱいしたらいいってこと。天狗レス最高じゃん。最高じゃないから。でもな、カーテン暮らししとうと思うやろ。こうやってカーテン寄ってくるから、ちゃんと手で止めてんねんで。こうやって止めてます、手で。偉くない。ちゃんと持ってるんよ、カーテン。実は降りてこんへんように。マニーン、ボイス信じてあかんねんな。信じられるの。アーガリ、確かにあれよく褒められるけどさ、そう、あれアドバイスじゃないやんって思うけど。階段とか言われる。3枚出せるよとか言ってるよな、よく。確かに、ジョーカー言ってない。ジョーカー言われたことない。言ってないとか自分で言って、言われたことないわ。ね、3枚出せるよとかあるよな。アーガリーもあれはまあ、今日の目標は頑張って生きることですね。はい。ここに書いてくる。おかしい。みんな、八切り、慎重にしてねって今言っとくから。かきれのボイスは信じないでやってください。はい。マジココミのテンションおもろすぎてさ、もうマジで。あれは12期が登場した、ほんまにもうなんか3秒ぐらいで笑った。てか12期が登場する前にもうボイス聞いてて笑った、マジで。もうここにおもろすぎてさ、やばい、ほんまにおもろい。飽きてこんとって。じゃあいっぱいなんかやりまーすって言うわ、これから。大富豪、でもさ、いけそうな気するけど、あかんかな。すごっ、かきれなボイス以外聞いたことない。ほんまに？えらー。ってことは、まあ、八切りにいっぱい騙されてるってことか。いや、もうそれな、15分って書いてるって。もう終わりますね。
終わりまーす、さよならさよなら。もう6時やんとか言って、もう6時20分やん。今もう20分も経ったってこと。え、なんかさ、あれのって、いやもう喋んのやめとくわ喋んのやめとこう、もう終わりまーすえ、マジおもろい。ちょ、一回みんなココミでやってほしい。なんかレナで一回プレイして、一回ココミに変えて、一回先にレナ、先にレナやってココミに変えてほしい。もうそしたらマジで笑えるから、ほんまにおもろいから、マジでおもろい、マジでおもろい。え、でも一回なんか変えていいけど、一回レナで一回やって、その後にココミで変えてやったら、もうマジで面白いからほんまにおもろいよ。やってみたい、マジで。もう落ち着いてるレベルじゃないで、何があったみたいな感じ。スケーフォーチュー大富豪マジでおもろいよな八切りって言ってました、私は。声やった時に、これって八切りですかみたいな言って。でもみんなのボイス聞いてないな。あ、ココハは良さそう、めっちゃくちゃ良さそう、良さそう。突然の別れだよ。終わるの3時間、2時間、3時間ねえ、そんなん言わんとって、しんどとか言わんとってしんどとか言わんとって推し編ごとってこといや、流れ必要、この流れ必要、マジで。マジでおもろいで、一回自分レナでやってほしい。一回レナでやった後にココミに変えてやったら、ほんまになんかレナが言ってる面白さがわかる。マジココミもめっちゃ笑ってたもんうちやばいみたいなうちやばいじゃないよマジでほんまにおもろいで、エンジャーセンそらくさが面白いうん、なんかもう誰が一番いいか、いやいや、そんなんやってみんでも分かってるやん。一人しかおらんやろ一人しかおらんやろねえ。卒吉聞いてみたいな。かわいそう、絶対かわいそう。いや、ビームもかわいそうやな、元気そう。聞き比べしたいけど、多分することないと思う、自分では。めんどくさがり屋やからな。でも気になる、みんな。続いてて、マシとか言わんとってだから。マシとか言わんとって。で、バブルはもう送らへんって、みんながかわいそうやから、なんか、寝たいやん、さすがに。え、もうココミンはなんかとりあえず聞いてほしい。もうほんまになんか面白いんよ、おもろいからやってほしいね。一番いいのはって感じやけど、ここにおるけどな、一番良さそうな声の人は。八切りおすすめしちゃうけどなんでああいう感じなんやろ、言い方間違ったんかな、レナ。八切り、なんて言ったっけ、レナ、八切りしちゃうみたいな感じ言ったやろ。八切りしちゃうの方か、ハテナの方やんな。え、でもハテナついてるよなえ、分からへんでも録音した時大丈夫そうやったんやけど、大丈夫でしたよ、うまかったですよみたいな言われたんやけど。あ、みゆちゃんも、みゆちゃんもおもろそうやな。なんかみゆちゃんは、みゆちゃん本人の前で一回聞いてみたい絶対なんか恥ずかしがって面白そう。なんかみゆちゃんマジでさ、レナの面白くないことにほんまにすぐに笑ってくれてさ、それで二人でずっとさ、なんか面白くないレナのことに笑ってくれるみゆちゃんが面白くて、レナもずっと笑ってるマジで。いや、こんやにゃこんや、あ、いいねいいね、その流れいい。え、じゃあもうとりあえず配信終わりますねとりあえずもうすぐに終わらな。ちょっともう外も明るくっていうか、始めた頃から明るいけどさバイバーイ。あ、かきれのボイスが一番良くて、かきれなが一番可愛いけどね。言っとくけど、そこら辺は線取ってな、みんな、そこら辺は線取ってな。みんなそこら辺は線取ってな。
延長するんかい。マジやばいやばい、何分って感じやけど。バイバーイ。了解。またねー、頑張りー。バイバーイ、おやすみー。バイバーイ。やば、髪の毛ボサボサすぎてやば。いや、もうあかんで。今日悪いこと発覚したから、もうバブルも送らへんし、まあ、ちょっとみんなに迷惑やからな。バブルも送らへんし、配信も終わりますね。バイバーイ。バイバーイ。あ、大富豪またします。大富豪今日する。今日あの時間決めた方、決めるやつですね。しますね。じゃあ起きる時間今取って。起きる時間今取って。バイバーイ。ありがとう。またねー。バイバーイ。今日も頑張ろうねー。